ちは。こんにちは。じゃあ今日は、はい、あの簡単おつまみです。やった。で簡単と言ってもなんかイカが余ってたんで、うん、はい、イカ使うんですけど、普通の多いかね、普通の方はあのイカ刺しを買ってきてください、はい、というようなおつまみでございます、はい、一品目、うん、コンビーフとモッツァレラを混ぜます、うん、へえ、モッツァレラを細かく切って、うん、コンビーフも崩して、うん、盛り付けて、うん、ネギ乗せて、うん、鰹節乗せて、へえ、もう混ぜるだけのめんつゆ、はい、へえ、うまそう。もう一つは、もういつもやってるようなイカと、うん、明太子と、卵と納豆、はい、そして卵が、そういえば、うん、半熟卵、どうやって作るの、何で作るだけもないか、すぐにすればいいかな、温泉卵ぐらいの半熟、半熟ぐらいかな、うん、半熟卵で冷蔵やけんね、7分、いや6分半のこと、6分半ね、確か了解です。冷蔵庫から出したての卵、うん、と鍋に沸かした熱湯やけんが沸かしてからやね、沸騰したところに冷蔵庫から出した冷たい卵を入れます、うん、これ直しとこう6分やと超半熟、もうトロットロ、じゃあ7分がちょうどいいかな、7分で半熟、はい、黄身の外側が少し固まって中心部がトロトロの状態、はい、あじゃあ6分半でいいかな、うん、よし、いきます、はい、モッツァレラは切る、うん、サイコロ、ちっちゃい方のサイコロ状に、ちっちゃいサイコロね、サイコロって企画あるのかな、世界の国際企画でもなんか確かにあのサイズというかで、ちっちゃいタイプとちょっと大きいタイプぐらいしか分からない、うん、確かにモッツァレラつまみよね、美味しいのね、ちょっと作れればね、はい、これ持てるけどね、でもつまみ作ってるうちに飲むよね、うん、作りながら飲む、うん、じゃあもう皿に飲むことはないかもしれないね、うん、大体そうよ、つまみ僕が家に帰ったら、うん、まあ、で、そば飲んせて、はい、っていうだけらしい。だから、奥さんがつまみ作ってくれてるんで、それがいいな。でもね、俺、帰ったらね、絶対お風呂入らんとね、ソファに座りきらん。座るのもダメ。うん。臭っ。いいか。臭くせぇ。なんか、こういうか、なんか余計に臭いイメージがある。あ意外と臭いよね、イカは。イカは臭い。タコはなんか独特のまた違うわけなんで、イカは、まあ、細切り、はい、まあ、イカ卵黄じゃないけどイカ刺しぐらい、うん、買ってきたらもうそのままでいいんだ、そうね、こうなってたらね、うん、と、コンビーフは、そのまま崩すだけ、はい、崩して混ぜちゃってください、ボールで、ボール卵専用の、あ、早作られてかな、これだ、そういえばあの、うん、オフ会の時に、うん、視聴者さんが、うん、ね、とあるところで働いているいらっしゃる方が、うん、ガンダムの続き見たいです、あ、ガンプラ見たいですって、うん、来てくれるんですかって言ったら、積み無駄にしないですかって言われて今もう3個積んどるけど確かに、あれを終わらせる、俺もうあとこ1個積んどる、ボール、うん、何個積んどるかこれでいい、崩してからいい、うん、それでいい、うん、それでもうぐちゃぐちゃっと混ぜてください、はい、コンビーフってな、うん、何やろね、マジで肉をほぐしたやつを固めたものまるで大興奮やろね、でもそうね、うん、よし、で、明太子もちゃお、中を出すとかじゃなくても切る、そくそく冷凍明太子ツーフー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 、今まで俺ツーフーなってないけど結構奇跡に近いんじゃないかぐらい、いやまだ大丈夫、まだ大丈夫、溜めてるとこやる、今尿酸値を溜めてる、溜めてる、2個3個、1個、あ、2個でいいかな、うん、今日も家で飲むのかな、毎日飲みよっと、飲みます
やば。よーさん、よーさん。よし、じゃあ、いきまーす。はーい。いい。ね、こういうね、小鉢系にね、うん、小鉢でもないけど。小鉢は、ないか。やっぱ、皿、重要やもんね。重要、見た目は本当に重要だ。うん、パラパラパラ。めんつゆ。めんつゆ。はい。衝撃の事実は言ってくれますか。うん。6時間30分でした。出た。そのタイマーなんか間違いやすいよね。なんでやろうかね。分からん。いつも間違える。今ね、やっと3分。もう浦井さんのあれがめちゃくちゃ受けたの。パスタかなんかやった時にさ、これ、あれならんなーってこれってあげて、夜中に風呂入ってたらピピピって。なんか鳴ってるって、夜に。めちゃくちゃ。今日も鳴るんじゃない?6 時間26分もやる。じゃあ今4分。もう充電4分。3分半よ。はいはい。はい、じゃあ待ちます。待ちます。はい。はい、はい。6分半。はい。入れました。こうやって冷やすのね。うん、なんか冷やした方がね、その中まで火が通らんくなるけん。ああ、そっか、止まるのか。そうそう、作りやすくなるんだって。よいしょ。ああ。いらっしゃいました。はい。うわ、大きすぎた。引き割り。引き割りで、私、引き割りが好きでございまして。うん。なんか味違う。うん、なんでやるか。粘り気の出方が違うとかな。違う。で、はい、これもネギを散らします。はい。そしたら、はい。2つで、簡単おつまみの出来上がりでございます。見てます？コウタさんの奥さん。作ってもらわんといかんな。作ってもらわんといかんね。レモンとかかけてもいいって言ったらね。お、レモンあるやん、本物の。あれする？いい。はい。完成でーす。はい。よし。よし。俺は瓶で。乾杯。はい。ファミリーに乾杯。出た。ファミリーに乾杯。でも見たことないんでしょ。ちょっと見たよ。東京のとこまで見た。じゃあ食べてみましょう。はい。レモンかけてみる？はい。せっかくなら。しょ。ほい。かかった。さっとかけます。コンビーフでいくと。めんつゆもかかってる。うん。あ、うん。おいしい。チーズと合うね、コンビーフ。これお通しに出てほしい。うんうん。うまっ。うまっ。でもお通しにしたら結構高いんじゃないかな、うん、確かにちょっと高いかな。うまっ、うん、美味しい美味しい、うん、やっぱこのさっぱりか、うん、あ、モッツァレラチーズにこのレモンの感じが合うのかな、うん、うまっ、ちょっと高くていいからこれちょっとお通しで出しましょう、うん、うまっ。何これっつって、うん、お通しのやつをもう一回頼みたい時あるもん、ね、あるある。で、あの気が利くところは頼めるところがあるもんね、うん、うん、めっちゃうまい。これうまっ。で、これの食べ方はこれも混ぜるとあの、お好みで、うん、あ、お好みで、うん、あれはお好みで、うん、醤油がいいのか、めんつゆがいいのか、うん、めんつゆね、またしてみようかな、うん、はい。あ、でも納豆のあれもタレも使かかってるし、ね、じゃあいただきます、うん。うんうんうん、おいしい。まずイカ明太は間違いないもんね。ちゃんとしてるイカやけどね、うん、うまい、うん、うまい、うんうん。納豆のぬるぬるもちょうどいいからね、うん、うめえ。これ一皿いくらかな。うん、うめえぞ。イカが高いかも。そうね。一回でもこれできたら一皿全部一人で食べてしまうんで。うん。ああ。お。うお。おおってなんですか。美味しか。元々入ってない。
あうまい、うん、はい、じゃあ光太くんにも可愛さだけ食べさせてあげたいんで、はい、はい、その締めます、はいということで簡単おつまみ作ってみました、うん、皆さんもちょちょっと作ってみてはいかがでしょうか、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ、さあでも、うん、ご視聴ありがとうございます。釣り岡坂岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。